レディー・ガガ・レディー・ガガの受賞とノミネートの一覧レディー・ガガの受賞とノミネートの一覧はアメリカ合衆国の女性ポップ歌手レディー・ガガの受賞とノミネートに関する包括的なリストである。2008年8月にインタースコープよりデビューアルバムザ・フェームが発売された。アルバムはジャストダンスを含むいくつかのヒットシングルを生んだ。そして それは2009年のグラミー賞、ベストダンスレコーディング賞のノミネートを受けた。ザ・フェームからのシングル、ポーカー・フェイス、パパラッチと同様に、ガガ自身もいくつかの賞のノミネートを受けた。アメリカン・ミュージック・アワードは1973年に、リック・クラークによって設立された年次受賞式である。米国作曲家作詞家出版社協会が主催する賞。2009年10月に、ガガは、雑誌、 ビルボードのウーマンインミュージックでライジングスター賞を受賞した。チャンネル V ミュージックビデオ賞はチャンネル V タイによって2002年に設立された。エスカミュージックアワードはポーランドのテレビ局エスカによって設立された賞で毎年受賞式が開催されている。グラミー賞はアメリカ合衆国のナショナルアカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・サイエンスが主催する賞。 インターナショナルダンスミュージックアワードは1985年に設立された。1週間にわたるエレクトロニカミュージックイベントが開催される。40プリンシパレスアワードは2006年にスペイン・マドリードで開始された。モボアワードはカニー・キングが1996年に設立した。ロス・プレミオス・ MTV ・ラテン・アメリカは MTV ビデオミュージックアワーズの ラテンアメリカバージョンである。ラテンアメリカと世界でその年の一番のミュージックビデオを賛美する目的で2002年に設立された。MTV オーストラリアアワードは MTV オーストラリアが2005年に設立したショーで毎年開催されている。MTV ヨーロッパミュージックアワードは MTV ネットワークスが ヨーロッパのポピュラー音楽のビデオを賛美する目的で1994年に設立した。MTV ビデオミュージックアワーズは MTV がその年で最も素晴らしいミュージックビデオを賛美する目的で1984年に設立した。マッチミュージックビデオアワードはカナダの音楽チャンネルマッチミュージックが主催する年次賞受賞式である。NRJ は ラジオ局 NRJ が主催するショーで2000年に創設されたプレミスを言えによって毎年行われるメキシコの記録的な産業で優れた業績を上げたものに贈られる。ティーン・チョイス・アワードは音楽、映画、スポーツとテレビ番組の中で最大の業績を上げた人に大使敬意を贈る目的で1999年に設立された。 13歳から19歳までの若者の投票によって受賞者が決定する。TMF アワードは TMF が主催する賞。The VH1 Do Something Awards オナーエブリーイヤーアスリッツミュージックアーティストアクターズズアットハブポートレード映像 s s ルイシューデューリングザイヤー2010ガガハズリシベド m ンノミネーション o r l d Music Award は ホーナグラフックインダストリーによって提供される世界的な売上高に基づいてアーティストに敬意を表す目的で1989年に設立された国際的な賞である。ありがとうございます。